ジムリリムは、紀元前18世紀頃の古代メソポタミアの国家、マリの王。当時のメソポタミアの多くの王と同じく彼も、アムル系の王であった。彼の時代の文書資料がマリから大量に発見されており、当時の政治史を復元する上で、第一級の資料となっている。前王ヤフドゥンリムの息子として生まれた。フ王ヤフドンリムはマリを有力国の一つに仕立て上げたが、 アッシリアの王シャムシ、アダド一世との戦いで次第に劣勢に追い込まれた。そして、ヤフドゥンリムは、配下の裏切りによって暗殺され、マリは、アッシリア軍によって征服された。ジムリリムはマリを脱出し、西の大国ヤムハドの王ヤリムリム一世のもとへ、亡命した。そこでヤリムリム一世の娘を妻として、ヤムハドの後ろ盾を取り付けて、機会を待った。 紀元前1781年に、シャムシ・アダド一世が死に、その後はシリアがエシュヌンナとの戦いで混乱したのを後期として、バビロン第一王朝の王、ハンムラビの支援も受けて、マリを攻撃し、現地を支配していた、シャムシ・アダド一世の息子ヤスマフアなどから、マリの王位を取り戻した。彼は、マリの行政機構を整え、 アムル系の遊牧民部族をいくつも参加に収めると、共に敵対した部族を打って、マリを再び有力国の一つに押し上げた。マリの遺跡からは、彼が周辺の同盟国や同盟国に派遣した大使などとの間でやり取りした手紙が大量に発見されており、彼の知性におけるマリの外交政策を詳細に知ることができる。とりわけ、 王位を取り戻す際に支援を得たヤムハドとバビロンは同盟国として様々なやりとりを行っていたことがわかる。こうした手紙の中にジムリリムの進化がマリに周囲の有力人物が集まった際に行った演説が記録されている。一人で十分強力な王はいない。十人または十五人の王がバビロンの反村ビに従っているし同じくらいの数の王がラルサの、 リムシン一世、エシュヌンナのイバールピエル二世、カトナのアムトピエルに従っている。そしてヤムハドノやリムリムには20人の王が従っている。この演説は主に自国周辺の遊牧民や都市の王たちに対し、マリもまた有力国の一つであることをアピールするために行われたと言われており、当時の勢力均衡の情勢を説明するものとして有名である。また、 ここで、アッシリアが、シャムシ、アダド一世の死後間もなく大国の一つとしては、勘定されなくなっていたこともわかる。紀元前1766年頃、バビロンの王ハンムラビは東にエシュヌンナ、南にラルサという強敵を抱え、さらにシュズの異民族の攻撃を受けており、マリに、たびたび軍事援助を依頼した。ジムリリムはそれに応え、ヤムハド王ヤリムリム一世からも、 兵を得て3万人の援軍をバビロンへ送った。この時期のバビロンの敵はエシュヌンナ、及びその同盟国エラムなどであったと思われるが、この時送られた兵の返還をジムリリムが求めた時、ハンブラビは敵の出方がわかるまでは借りておきたいとして、バビロンに長期間止めていた。また、マリに対して、バビロンから援軍が送られることもあったが、部隊派遣が送れることが多く、それに対して、 アリ側が抗議していたことが分かっている。その後まもなくして、ハンムラビは、だルサを滅ぼした。その後、バビロンは、エッシュヌンナやアシリア、グティジンの連合軍と戦った。エッシュヌンナはそれまでに、マリに何度も攻撃を仕掛けており、ジムリリムはハンムラビを支援したことを示す書簡が、発見されている。この中でジムリリムはハンムラビに、エッシュヌンナを支配するべきであると勧めている。だが、 次第に、ハンムラビがマリとの同盟を重視しなくなっていたらしい、ことが記録からは読み取れる。バビロンに派遣された、ジムリリムの施設がヤムハドの施設より、下の扱いを受け、宿宴に同席することを許可されなかったとして抗議し、改めて宿宴に出席するなどの事件も、記録されている。こうした、外交関係はマリで発見された、多数の年度版文書から判明しているが、 バビロン側の記録を書き、ハンムラビが実際にはどう感じ、どう考えていたのか正確にはわからない。しかし、バビロンの兄弟化とエシュヌンナの弱体化につれて、バビロンにとってのマリの重要性が低下したのは確実であると思われる。紀元前1761年、ハンムラビはジムリリムとの長年の同盟関係を保護にして、マリを攻撃し、これを征服した。 ジムリリムのその後の消息は分かっていない。マリはその後ハンムラビに対して反乱を起こしたが鎮圧され、破壊された。これによって、シュメール時代以来たびたび有力国として栄えたマリの歴史も終了した。マリ市にはその後も人が住んでいたが、重要拠点として資料に現れることはなくなった。ありがとうございます。